その毎回その練習に行くたびにまず金原さんがいるかチェックするんですよ。で、お、いると、うん、で今日は金原さんに絶対ぶち当てるぞっていうのをいつも俺テーマに練習が待つ、うん、どうなんですか、ベラトルとかやるんですか。海とかそれこそね、うん、日本人なんてもういいじゃん、うん、やりそうじゃないですか、多分年末ぐらいね。そこでなんか日本を代表するもなんか僕完全な僕の真面目な話でいいんですか。いいですけど、日本人の中で完全にはこう競り合っていろいろあると思うんですけど、で海外こういろいろある順位あるじゃないですか、はいはい、海外に勝負できる日本人って僕は数少ないと思うんですよ、うん、日本人で一番強いから海外の選手でこう勝てるかどうか競り合えるかってまた別の話で、うん、数少ないバンタムの中では海は僕は海外で勝負できる選手の一人だと思う。わ、すごい、ありがとうございます。これはありがたい、お言葉です。飲まないね、これ飲みます僕23歳ぐらいの時に東京に上京したんです、うん、でそこであのハーツっていう、ね、大沢健二さんに練習に行かせてもらって、はい、そこで金原さんと初めてスパーリングした時にマジで強くて、何も歯が立たなくて、それはないでしょ。本当に本当に、なんか他の選手には戦えるんですよ結構、だけど金原さんにだけは何もできなかったんですよ。で、その毎回その練習に行くたびにまず金原さんがいるかチェックするんですよ。で、お、いる、で、今日は金原さんに絶対ぶち当てるぞっていうのをいつもテーマに練習が待ってます。いや、僕今でもずっとそうです。ボッコボコにされるんで、この野郎ずっと練習してないんですよ。で、なんか練習でやられて、そのなんでやられたのか考えて、どうやったら倒せる、どうやったら当てられるかっていうのを毎回その練習試してる。必ず質問してくるんですよ。なんかこう、なんでこうなったんですか、こうなんですかっていうのを必ず、彼は質問を必ず持ってて、それを自分の中でこうまとめて、次同じことをしない、同じ失敗をしないようにするっていうので考えていろいろやってるんで、イクルとか逆にお兄ちゃんとかは、うん、こう多分あんまり考えないんですよ。自分の感覚でやるタイプなんで、だからあんまりこう質問とかそういうのはあんまりしないタイプで。感覚で。頃から朝倉兄弟はこれは絶対ビッグになるなってその感覚はあったんですか。僕もあの未だに覚えてるんです。この2人がハーツにあの名古屋から上京してきて、もうちょっとグレてるんですよ。端っこでこんな、こんなお兄ちゃんの2人で、こんな着替えながら、イエーイって。そんなんじゃないから。そうそう。ちょっとやっぱこう、で、俺もその練習先にはこういろんな人がやっぱ来るわけです。その中の一人だった。すぐいなくなるな、うん、ちょっとあの不良で、ちょっと強いですね。そう。でもハーツって本当に僕の話も聞かれてもらっていいですか。その代表なんですよ。でも本当にお金がもうボコボコにみんな復するんで、まあ、みんないなくなるんですよ。で今でも今もやっぱだいぶ少ないんですよ。カメラさんが。俺にじめっこみたいなイメージ。それでもついてくる人がやっぱりこっち伸びるかもな。そうです。だからこのやっぱあの海とかも三雲もそうなんですけど、やっぱこう田舎から出てきて本当に尖ってるんですよ、うん、アウトサイダー上がりで、うん、そうそうそう、ヤンキーで、でもうどんだけプロって強いのみたいな感じのノリなんですよ。で俺はまあすぐいなくなるなと思ったんですけど、でも海とかね、あのやっぱずーっと続けて、ずーっと何年も続けてきてくるんで、なんかやっぱその中でこう成り上がってる。僕は嬉しいですけどね、うん、なんか親戚のおじさんみたいな感じですね。でもあれだよ、俺のね、先生いろいろ教えてもらって。ハーツどこから行ったんですか。ハーツはでも2、3年ずっとやってます。最近やっぱ練習できないんで、僕が寂しいですから、ね、またやりたいですね。で本当に金原さんいろんな技術を教えてもらったんで、そこで僕は結構成長しました。金原、青木真也は有名です。有名です。ロータスにもいらっしゃいますよね。ほぼロータスですね。そうですよね。入りのそのね、金原さんが裏で強い強いので、あの今もうファイターにインタビューしてると、やっぱりあの例えばランキング、ライジンでは敷かれてないです、ランキング制度は敷かれてないんですけど、はい、でも上位ってこう名前を言うじゃないですか、テザーっていう、はい、トップ5に必ず名前入ってくるのが金原さん。そうです。5位ぐらいがいいです、僕は。なんか上に行きすぎず、下に行きすぎず、真ん中の位置でこういろいろ楽しんでる。プレッシャーない。そうそうそう。だから楽しいんですよ、今その自分の位置が。追われることもないし、追うこともないし、自分が
求められて、みんなに求められてる仕事が来た時に自分全うしよう。じゃあ改めてチャンピオンになろうとか、そういう感じ。あんま目標はないですね。これ言うと多分みんながなんか、じゃあ何のためにやってんだみたいな感じになっちゃうんですけど、やっぱ本当に今楽しいんで、格闘技をやってることが、今のこのシチュエーションという状況が、はい、でやっぱ格闘技はブームじゃないですか、はい、ブームで終わらせないように、その会とかがこう YouTube やったりとか、いろんな人たちがこう広げてくれてるんで、そういう人たちを格闘技を楽しいんだよねっていう、こう深みを出すのが僕の仕事だなと思って、はい、すごい。これは、ね、女性陣ね、いらっしゃいますけど、あのかっこいいですよね、あのチャンピオンを目指すばかりが格闘技じゃないところなんですよね、役割あるじゃないですか、はい、僕のさ格闘技を楽しみ